my friend. Welcome to my channel. Enjoy Japanese World. はい、今日は、皆さんご存知のキットカットについて、レビューしてみたいと思います。3つご紹介します。今日は、新しい味なので、ぜひ日本に来た時は試してみてください。では、 First of all、 最初は、ナッツとクランベリー、ナッツ and クランベリーです。この絵にあるようにナッツと、赤い実ですね。こちらの味だそうです。では開けてみます。こんな感じで一口サイズですね。こんな感じです。食べやすい。多分日本の人たちはこれ朝食代わりだとか、オフィスで仕事しながら食べてるそうです。あ、すごい、上にナッツがいっぱい、クランベリーとかドライフルーツみたいなのが乗ってますね。一口サイズです。美味しそう。いただきます。中は普通ですね。上に乗ってるのがナッツとクランベリー。普通に中はウエハースとバニラです、ビターなチョコの味の方が強いかもしれないですね、ナッツとクランベリーの味はあんまりそんなにしないと思います。でも朝食にはいいですね。栄養が取れます。全部食べちゃった。 Next、 次は桜きな粉。不思議ですね。チェリーブロッサム、桜とローステッドソイビーンだそうです。ホワイトチョコなんですかね。これは新しいフレーバーです。ニューフレーバー。じゃあ開けてみます。12個入ってますね。ミニ12枚、12本入ってます。こんな感じ。パウダーソイビーンズかな。あ、これは2つに、さっきと違って2つに割れますね。こんな感じで。あ、この絵にあるようにソイビーンズのこのパウダーの味がすごいします。桜の香りはあんまりしないんですけど、ニューフレーバーですね。このきな粉、ローステッドソイビーンズのパウダーを食べたことある人はわかるんですけど、ちょっと香ばしい味です。桜の味はしない残念なことに。はい、これもさっきの、ナッツとクランベリーに比べると甘めですね。甘くてすごく甘いと思います。こっちはビター、先ほどのナッツ&クランベリービターです。はい、最後にご紹介するのはこちら、桜日本酒フレーバー。これは、酒とチェリーブロッサムの味です。開けてみますこれ新しいですね。中はこんな感じ。面白い。どんな味ですかね。お酒あまり飲んだことないのでわからないんですけど、お、チョコレートがピンクです。あ、折ってしまった開かない。2つ
2つに割れます。こんな感じピンクです、桜の色。うん、香りが日本酒、すごくアルコールの高い日本酒の味が香りがします。ここは桜のクリームですかね。これはちょっとアルコールの感じがしますね。酔っ払いそうな、なんかラム酒とかアルコールの感じがすごいします。ホワイトチョコですね。これ中は桜のフレーバーのクリームです。ちょっと塩っぽいというか、日本酒の香りがすごい強いので、もうなんかちょっと酔っ払った感じがします。赤くなってきたかもしれない。うーん、でも一番美味しいかもしれませんね。はい、では、どれが一番美味しかったか決めたいと思います。おすすめはじゃーん、桜日本酒チェリーブロッサム&ジャパニーズ酒。これは桜の香りはあんまり多分色ですかね、クリームの色とかが若干桜に似てるっていうか、そこをチャンポイントなんですけれども、これ香りがすごく日本酒のアルコールの感じがよく出てて、新しい美味しいフレーバーだと思います。おすすめです。これでも今しかないんですよね。だからできるだけ早く日本に来て買い求めてください。多分売り切れます。おすすめ。はい、では、質問、リクエスト、コメントあれば、質問あればこちらの方に送ってください、書いてください。それでは、Like、Share、Subscribe よろしくお願いします。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた次回まで。 Next, see you, bye.